ゴーセル、まさか君が。そうだ、俺が二人の記憶を操作した。そうだって、何を考えているの。信じられない。これは俺にとって必要な行為と仮定。彼女の存在は愛情を知るのに好都合だった。俺は心が欲しい、感情を理解する心が。ゴーセル、自分が何をしてるか分かっているの。
俺が記憶を操作しなければ彼女は自制心を失い、他の新世代同様暴走していたはずだ。それはそうかもしれないけど、第一、俺が作り出した記憶はギーラにとっても幸せなはずだ。苦悩と挫折感に満ちていた本物の記憶よりもな。なわけあるか！どんな理由があったって人の記憶を勝手にいじるなんていいわけない！どれだけ辛くてもギーラとジールが長い時間をかけて積み重ねた記憶は二人にとってかけがえのない思い出なんだ！遠慮なく暴れるぞ！相手をしてやろう。人間技じゃねえな。目が覚めた、フォーセル。分かった、二人の記憶を元に戻そう。ゴートシン、フォーセル、あなたは私の記憶を。ジール、ジール、しっかり。お姉ちゃん。ジール、お姉ちゃんを許して。俺に心があれば心から謝りたい。お前たちの記憶を操作したこと、感情を理解するためにお前を利用したこと。いいえ、私にはあなたを責める資格はありません。私自身、心の弱さから魔人の血を飲み、取り返しのつかない過ちを犯してきたわ。あなたはそんな私を一時の偽りの記憶でも救おうとしてくれた。それに偽りの記憶とともに本物の記憶も見せてくれた。優しかった父の聖騎士デールの記憶を。ありがとう、父のことを覚えていてくれて。さようなら。振られた。なかなか気になる噂だな。準備はいいですか？ふん、団長殿、まずいことになった。直ちにキャメロットに向かうぞ。キャメロット付近で異常な魔力の動きが確認された。直ちにって、マリン、一体何が？アーサー様、例の者が活動を始めたようです。よし、これより謎の巨人を迎え撃つ。アーサー様、キャメロット上空に突然鳥のような、あれは空飛ぶ豚？なんじゃ、あの山のようなデカブツは。一体お母の何倍あるんだ？体の内部に複数の魔力反応を感知したが、生命反応は感じない。おそらくはゴーレムだ。ああ、あれは兵器だ。巨獣アルビオン、古の大戦で魔人族に作られた生き残りだ。
おそらく実戒の復活とともに目覚めたんだろう。よっ、元気だったか、アーサー。メリオダス殿、私も共に。団長殿、ひとまずこれを返しておこう。電撃解放！クルガンダ！実戒、いにしえに封印されし魔人の王直属の精鋭部隊。この圧倒的な化け物が動き出したのは、その実戒が3000年の封印から目覚めたため。そう申されるのですか？すぐには信じられねえだろうけど、
全部本当の話だ。3000年前の決着をつける日がもうそこまで迫ってるみてえだな。遥か北にあったという伝説の復活した魔人族はリオネスの遥か東から押し寄せているらしいわ。なるほど。準備はできているの？手合わせといってもうまく加減できるかわからねえぞ。いえ、遠慮はいません。本気でお願いします。って言ってるけどいいのか？本人がやる気になっているんだ。すまないが、相手をしてやってくれ。団長殿の力が分かる程度に。そうか、そういうことならやらせ。準備はいいか、アーサー？はい。そう固くなるな、アーサー。団長殿の胸を借りるつもりで戦ってくればいい。この経験は必ずお前のためになる。うん、マーリンの言う通りだ。よし、じゃあそろそろ始めるか。はい、よろしくお願いします。お相手しましょう。さーて、やりますか。まだ倒れるわけには。あっ、力いくよ。この程度。この程度。はい、この程度。まだまだ。なかなかやるな。なかなかやるな。いただき感謝します。そこまで構わんよな、アーサー。うん、もう十分だ。さすがはメリオダス殿、マリンから聞いた話以上だ。こんなもんでよかったのか？はい、ありがとうございました。気が向いたらまた相手してやるよ。メリオダス殿、その実力を見込んでお話があります。ん？我々が出会えたのは大いなる定めの導き。ぜひキャメロットの聖騎士長として私に力を貸してください。いいぜ、こんな滞在人でよけりゃな。本当ですか？では早速一緒に。気が向いたらな。え？うまくかわされたか。そんな約束ですよ。アルカ、何でしょう。そろそろ準備はいい？
覚悟は良いか。わざわざ呼びつけてすまないな、ゴーセル。別に構わない。それよりも俺に話とは何だ？以前与えた鎧だが、あれは今どこにある？壊れた。鎧って手配書に書かれてる、あれ？ああ、以前のゴーセルが身につけてたもんだな。壊れたか。ならば早々に代わりのものを用意しよう。それまではこちらの薬を服用してもらう。それは命令か？ゴーセル、これはお前にとって必要な処置だ。拒否する。俺のことは俺が決める。これ以上の話し合いは無駄か？やむを得んな。あらあら、もしかしてゴーセル反抗期？バカ言ってる場合じゃねえぞ。手伝おうか？いや、いい。火星は無用だ。しかしこうなる前にもっと早く手を打っておくべきだったか。どれ、相手をしてやろう。さーて、やりますか。相手をしてやろう。お、そこだ。気を抜くなよ。よっ、よっ、変化はよそでやらんか。よっ、よっ、変えられる。よっ、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 信じられない。みなさんぞ、すべてを飲み込み食らい尽くせ。ストレッチワール。見てきても大したことねえな。やった、やるじゃねえか。みなさんって無駄だ。これ何？レッツやった。どれ？やった。甘い。ダンス。やった。どうやら俺の敗北。すまない。手加減を忘れていた。ま、こんなもんだな。スレイダー、お前に頼みがある。ゴーセルがこうして元の姿に戻っている間、預かっていてくれないか。元の姿に？だってその姿はどう見ても。そう、ゴーセルはかつて偉大なる術師により作られたドールだ。ゴーセルの魔力を抑制する手立てが整うまで頼む。ええ、リョウ、けど驚いたわね。あなたは知っていたの？んにゃ、今初めて知った。その割には平気な顔してるね。ま、今までいろんなやつ見てきたからな。ゴーセルが何者だろうと、俺たちの大事な仲間、七つの大罪に変わりはないからな。あ、そう。あんたは幸せ者ね。興味深い噂だな。そろそろ出発する？もう一度装備の確認をしよう。そう、さっさと出発すんぞ。
愛想は期待しないでくれ。準備はいいかい？いいのかよ、ギル。俺たち二人をいっぺんに相手しちまっても。ああ、問題ない。どこからでも来てくれ。そうやって余裕かましてられんのも今のうちだぜ。徹底的に叩き潰す！念のために言っておくが、これはあくまでも訓練なんだぞ。そこまで勝敗にこだわる必要はないんだ。そうは言うが、二人がかりで負けるのなんざごめんだぜ。訓練といえども勝負は勝負だ。おーし、行くぜグリアモール。おう、どっからでもかかってこいよ。さあ始めようか。さあ始めようか。最重の追走。ホワイトシティだらけだ。なかなかやるな。なかなか楽しめたぜ。この勝利ベロニカ様に捧げよう。よし、もう一戦だ。今度はお前ら二人でかかってこい。ハウザー、だから熱くなるなと言ってるだろう。何受けてんだよグリアモール。いや、こうして三人でいたらなんだか子供の頃を思い出してな。ギルとハウザーがいたずらをすると俺までザラトラスや父さんに叱られたんだ。ワンパク三人組呼ばわりされて。ああ、あったあった。意義ありだ。俺がお前とハウザーに巻き込まれていたんだ。そんでよ、叱られてばっかの俺たちを、ヘンドリクセンがよくかばってくれたっけ。ああ、そうだったな。なあ、俺たちで探してみねえか、真実ってやつをよ。どうして二人の聖騎士長があんな事件を起こしちまったか。そして何が二人を変えてしまったのか。父さんの真実。それを知るには俺たち自身の目で確かめるしかないな。遥か北にあってて確かめてみよう。準備はいいな。お水、それじゃ出発しましょう。おいおい、もっとマシなやつ出てこいよ。
ピーン。ああ俺かよ。じゃあ行くか。よっしゃ行くぜ。気合い入れろよ。気合なら十分だ。任せろ。俺に任せとけ。さあ行こうぜ。早くですな。
が魔人なんて。よこれだよ。頼む、頼りは7つの大罪だけなんだ。臭くて嫌になっちゃう場所ね。まあ監獄の雰囲気が明るかったらそっちの方がよっぽど不気味だけど。てめえまさか聖騎士か。聖騎士が何のためにここまで乗り込んできやがった。何って君、あなたたちを粛清しに来たのよ。あなたたちは陛下のお気持ちを恨み、二大聖騎士長によって王国が混乱したのに、その機会を利用して悪行を働いた。そして習慣、さらには脱獄を企てて国を守るべき立場のあなたたち騎士が。うるせえんだよ。聖騎士だからって偉そうにしやがって。あなたたちは王国騎士にあるまじき行為で陛下の顔を、どれそれがいかに罪深い行いか、その身に刻みつけなさい。つまらなそうな相手ね。Yeah!
かせん。任務完了。さあ帰るわよ。くそ、これも任務。悪く思わないでちょうだい。もしまた脱獄を試みようものなら、その時は殺すわよ。それじゃあね。遥か北にあったという伝説の妖精王の森は、何でも妖精族です。どうやら守ら。あら、かわいい店員さん。なんでしょう。もう一度装備の確認をしよう。そろそろ水出発するぞ。おーい、豚子。君に豚呼ばわりされたくないな。おい、誰か奴らの。同じボア同士、共闘と行こうか、ホーク殿。おや、こんな勝負、三番前だぜ。あら、少しは楽しめそうね。お相手しましょう。ユキ様が七つの大罪と戦っているのか。無駄ですよ。こんなこと。こんなところで皆さんと全てを飲み込む。食らいつきせ。信じられない。あの聖騎士を懲らしめてくれよ。いつの間にか同盟にされてしまったか。遥か北にあったと。七つの大罪が大暴れしたとか。どうや聖騎士でも七つの守られ。うちの神さんがうるさくてよ。なんでしょう。団長とは別の意味で召しますから。潮田さんと間違えて、すみません、ダン様。相手してやるか。おいおい。あれ、よく行こう。俺に任せとけ。行こうぜ。
準備できてるか、ディエンヌ。団長のため、僕頑張るよ。えい、気を抜くなよ。こんなところで暴れるんじゃねえ。ブロック。こんな奴ら倒せるのか。やるじゃねえか。終わりだよ。その調子だ。ヘビメタ。魔法学に渡り合って。これくらいじゃ倒れねえか。足を引っ張るなよな。ああ、そりゃこっちのセリフだっての。気抜くんじゃねえぞ。ご心配なく、プラチナの聖騎士殿。迅速の10戦今だ。逃がすか。迅速の少しは楽しめそう。逃がすか。休みしてんね。もらった。どこを見ている。頼りにしてくれていいぜ、
エリザベスちゃん。頑張りましょう、マークちゃん。返したやつじゃねえな。やっぱりこれだね。よし、仕事取れません。こんなところで喧嘩か。よいしょ、取れました。手加減はせんぞ。そうだね、何もかもあの時のまんまだ。初めてできた友達とここで
あのさ、ディアンヌ。ん？あの日、オイラは君に約束した。君の、けど、オイラは、キングは、約束を破ってなんかいないよ。え？だって、魔人？こんなところにまで！ここは、お前たち魔人には不似合いな場所だ。特別な思い出が宿るこの地を、お前たちなんかに怪我されてたまるか！遠慮なく暴れるぞ！それじゃあ始めようか。逃がさない！しょうがない、相手してあげるよ。そうだ、こっちから行くよ。いい感じだ。あいつら、互角に戦えるなんて。もらった。ライフィングメテオ、こっちから行くよ。いいね、その調子だよ。7つの解体、あんたらだけが頼りなんだ。ライフィングメテオ、どうだ、どうだ、まだ倒れないのか。こんなもんだね。大丈夫だった、ディアンヌ、怪我はない？うん、平気だよ。キングが一緒に戦ってくれたから。そうか、よかった。キングってば、昔からそんな風に僕のこと本気で心配してくれたよね。当たり前じゃないか。だってオイラは僕を好きでいてくれるから。そうさ、オイラはずっとディアンヌを思い続けていた。やっぱり僕との約束守っててくれたんだね。ありがとう、ハーレクイーン。ねえディアンヌ、改めて約束してもいいかな？ん？オイラはこれからもずっとディアンヌのそばにいるよ。そしてもう二度と君に寂しい思いはさせない。遥か北にあった。何でしょう？